どうも、マセキの浅草キッド、エルカムキのエルダです。デロイアン氏です。ということでね、はい、今日はね、はい、あれを取り扱おうかなと思いまして、あれ、あの春風ちゃん、春菜風花さんが、はいはいはい、子役に対する偏見やめてということで、はい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 、池上番組、子役タレント騒動で訴えというニュースなんですけど、ね、見てましたよ、私は。あ、本当ですか。見てました。まあ、ちょっとね、説明しますと、はい、池上彰さんが司会を務める、フジテレビ系番組で、うん、ゲストの小中学生に大勢の子役タレントが混じっていたことがネット上で議論になっていると。で、安倍晋三首相がトランプ大統領に忖度しているなどと小6の出演者が述べたことを理由に、うん、仕込みのやらせではないのかとの憶測が飛び交っていると、はい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 、いうことなんですけども。ね、池上さん、ね、今いろいろなんかね、うん、ネットで騒がれて言われてますね。なんか、うん、他の人が取材で答えた言葉を池上さんの言葉として言わされてるとかで、池上さんは反論してますけど、ね、そんなことありえないでも、くしくもね、俺それ4年前くらいからそれ話聞いてんだよ。ああ、なるほどね。そう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 、まあ、実際のところね、どうなのかちょっと分かりませんけども、一つ言いたいのは、あっぱれさんま大先生はやらせではないと僕は思いますあれはさんまさんの腕でしょ、ね、ただあれも劇団の子供たちかもしれませんし、まあ、劇団の子供だよ、ね、あれはもう所属してるよ。ただその、うん、さんまさんのちょっとこう圧、目力にビビって、うん、内山くんがいつも面白い返しを用意してたのはやらせかもしれませんね。ある意味、いやもう用意しないと怒られるよあれはもうトーク用意しとかなきゃダメだよ。キラーパスが来る。そう、あのサッカーと思って取り組んでますからね、さんまさんもね。でね、気になるな。でもあのアッパレの時とかどうやってたんだろうね。ねえ、そのある程度用意しないとに反りながらも、さんまさんがちょっとキラーパスどんだけ出したの、ね、でも恋のから騒ぎだってなんかやっぱり怖い顔して本番直前に入ってくるさんまさんみたいな。そうそうそう、ね、だから打ち合わせないわけですから。そう、あれすごいよね。テーマだけ渡してあとは考えてこいってことでしょ。そうです、多分そういうスタイルじゃないかな、やっぱりも多分ね、で話題になっているのは2018年9月7日放送の番組、池上彰スペシャル、日本はアメリカのご機嫌取りばかりに見えるのはなぜというテーマで、小6女子の出演者がトランプさんが校長先生で安倍さんがなんか担任の先生みたいと切り出し、日本は忖度ばっかりしていると述べた。やっぱ今の子供しっかりしてますね。しっかりしてますね。斎藤由貴からやっぱすごい育ってますね。やっぱそうです。俺の子供の時は忖度なんてことは使えなかったですから。はいはい、ね、すごいですね。そし森友学園の子供ですかね。違いますか。森友学園の子供だったら忖度ってことは、ね、よく聞くかもしれませんけど。違う違う、まあ、縦にして、ね、言わせてる感じのには見えちゃうからね。そういうふうにも見えますよね。な演出は気をつけた方がいいよ。で、番組の放送後、出演者に芸能プロ所属の子役タレントもいたことがツイッター上で話題になった。仕込みのやらせがあるように思える、一般の小中学生に思わせる印象操作にならないのかと疑問の声も寄せられた。そうよ。で、いくつもの芸能プロが所属子役タレントの番組出演をホームページなどで告知しており、そう、 J キャストニュースの調べでは出演者のうち少なくとも20人が子役タレントだったと。そう、だから子供かわいそうだよね、顔さらされちゃってさ、はいはい、まあ、大人が見てるからさ大丈夫だと思うけどさ、変にこの子供たちがさ、ね、使いづらいとかって勝手にやられたら大人に振り回されて終わりだからね。かわいそうだよね。でもなんか俺なんかその政見放送のプロパガンダとかでは使いたいよね。俺がもし この選挙出たらね、まあ、本当にそれ昔いた、ね、やってたやつだね。まあ、ね、それそうだよね。マルクスやるんですよ、ね、だからこのさ、その逆側もどうなんだってあるね。それ芸能プロが所属子役タレントの番組してホームページなどで告知したってことは、そうそう、ツイッターとかでもね告知して、してたっていうのとかね、スクショされてたりするんだ。まあ、今まで一番迷った告知はね、私はちなみにやっぱ武石さん特番ですね、年末の出た時に、今までは毎年武石さんが本番で本番中に今暇な若手出てこいよっつってこう集めたっていうようなやつだったというので告知するか迷っていって告知をしたところ、僕が出た年はそういう演出はなかったので大丈夫だった、ね、いらない心配しても。そういうことありましたね。あ、でもそこら辺で教えてほしいんだよね、俺も告知したかったけどさ、はいはい、まあ、電話のあれがあるかもしれませんでしたから、そしてこうした議論を受け、ウーマンラッシュアワーの村本さんが9月10日、テレビは基本出演した以降事務所から募集して思ってること何でも聞いていいよって打ち合わせするんだよとつぶやいた。ちょっと途中から早口のものがしました。前田明でしょ。前田明さんだよ。前田明を早口にすると生まれらしゃの村本さんになるという。そうなの。テレビは基本出演した以降事務所から募集して思ってること何でも聞いていいよって打ち合わせするんだよと、つぶやいた。すると元子役の春菜さんも10日ツイッターで、打ち合わせ通り言われたことを自然に喋るにもそこそこの子役スキルが必要です、仕込みの可能性は薄いんじゃないかな、
と、台本通りやれる才能あふれる子役だったと僕は思います、わらわらと、うん、こちらも仕込み説に異論を唱えたんですが、うん、ちょっと春風ちゃんのこの皮肉は俺ちょっとこうどっちにどっちなのね、上手いよね、うん、書き方この人はね、台本通り、なるほど、だから子供には罪はないっていう方が強いんだと思う、はい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 、まあ、これから君は何も悪くないってことですか、悪くないってことは、あれは両親が金でちょっといざこざしたという、でもあいつは路上に座り込んでるのは俺は良くないと、酒飲んでるの、路上に座り込んでるの酒飲んでいけないでしょ、いやそんな日もあるわ、そうですかね、カルキン坊やもホームアローンって言ってたのにね、もうとうとうホームもなくて一人ぼっちになってどうするんだっていうね、いい幸せそうに今バンドやってんだから、ちなみにこの春風ちゃんをねご存じない方に言いたいと、うん、言いたいのは、うん、春風ちゃんはね昔あの小木ママと一緒に討論番組出てた NHK の、はあ、そうなんだ、で春風ちゃんって自分のことを僕はっていうのね、うん、女の子なんだけど、うん、僕はこう、まあ、僕はこう思ってハキハキすごい意見を言いまくってたら、小木、うん、ママが自分の喋りができなすぎて、うん、今先生が喋ってるでしょ、めちゃめちゃキレた切れた後に先生怖いでしょ、うわー怖っ怖っでもいやあれが教育ですから、怖っ、いやいや怖くないですよ、恐怖で、でも春風ちゃんはうなずいてるんですよ、はい、うわーびっくりした、恐怖、ただあれはガチンコでした、やらせっかガチンコやったの、あれはおぎまま、俺あれが台本だったらもうテレビ見ませんそうだよな、そういうのないとな、プロレスうますぎる、怖いよおぎまま、春風ちゃんは続けて、はい、普通に考えて、うん、いくら子役でも、うん、テレビで政権批判してくださいなんて要求に、うん、真面目に答えるご家庭はないですよ、うん、子役とそのお家をバカにしすぎと、うん、いう、まあ、春風ちゃんの意見、まあ意見ね、をありまして、まあまあまあいいんじゃないかねえ、うん、いうことなんですけども、うん、まあこれはこれでそうも思うし、うん、でもテレビで政権違反してくださいって直接的に言わなかったら割と自分の思想をそういうふうに持ち込む可能性もあるなとは思いますね、うん、だまあなんだろうね、うん、俺子供が言ってるとは思えないと、かつて台本じゃない可能性もあると、はい、それも否定しますと、はい、ね、制作側も、はい、これ親が空気読んでこう言いなさいって言ってるのが一番強いと思ってるの、だって親、自分が親だったら俺言うもんね、多分だって、あ、言うっていうかさ、ちゃんとしなさいみたいな、教育ママみたいのね、やっぱそら俺テレビ局とかさ出入りするから、うん、たまにその子供番組の子供の、うん、その待ってる待合室の親とか見てると、はいはいはい、たまにここまでやんのって思うのは、ね、見るもん、そうね、多分親だと思うよ、ね、親、自分が親になったらちょっとそういう感じになっちゃうのかもしれないし、うん、足立由美さんのお母さんの足立由里さんはね、うん、セクシービデオに出た時に、うん、歯を確か8本ぐらい多分入れ替えたんですよ、きれいに見せるために、うん、あれはロバート・デ・ニーロ以来の役作りみたいなのでデ・ニーロアプローチじゃなくて、うんうん、足立アプローチですよ、うん、ねえ、はあ、ユミちゃんか、足立同情するなら歯をくれてたんですかね、ゲロよ、ねえ、あるだろうね、こういうね歯に衣着せぬ発言で、うん、まあ、できる元子役は、うん、春風ちゃんと、うん、坂上忍ぐとぐらい元子役でいくとね、元子役でいくとそうですね、はい、ねえ、そんなことがありまして、はあ、面白いよ ね、 ねえ、あとはね、はい、男はつらいよ22年ぶり新作っていうニュースだって、誰で読むの、いやこれがね、まあ、ちょっと記事読みますと、うん、1969年に第1作が公開され、うん、渥美清さん主演で49作まで続いた不朽の名作男はつらいよが誕生50周年を迎える来年の夏頃に50作目となる新作映画を公開することが6日都内で、発表された、どうすんの、なんだけどこれはね新しいのをやるんじゃなくて、うん、確かねこう今までの映像とかをこうデジタルリマスターみたいので作る、おどうすんのね、アルバムとか見るのかね、そういう感じかも、22年ぶりとなる新作にはシリーズ全49作を 4K デジタル修復した映像と新たに撮影される映像が使用される、そうかもしれないね、だからそういうような感じかもしれません、トラヤのね、うん、物置をこう掃除したら、はいはいはい、あらこんなの出てきたわみたいな、ね、ブルース・リーの死亡の塔って映画があるんだけど、あれ亡くなった後に、うん、亡くなる前の映像とこうつなぎ合わせたんだけど、ブルース・リーが黄色いトラックスーツ着て、うん、なぜかフルフェイスかぶったままずっとバイク乗って戦うシーンがあったメットもね、はい、でそれがユンピョーって言われてるの、おだったと思う、確かね、ユンピョーなんだ、ごめん間違った、ごめんね、で、あ、そうなんだ、で途中フルフェイスを脱ぐと、うん、明らかにブルース・リーの固定の写真と、うん、首から下がゆっくり動いてる早すぎたアイコラ画像がリアルな、カンフー界初のアイコラって 3D アイコラ、 3D アイコラ、 3D アイコラがもうあったんだ、もしかしたら音がつらいもそういう
いや誰やる感じかもしれませんよ。あれ寅さんって俺ちゃんと見たら最後どう終わってんだろうな。あのね、亡くなったとか寅さん自体が亡くなってはいないの。映画はどうなったんだっけな、映画の最後だけどね、これね、もう最初はテレビのドラマシリーズで誕生してて、1968年、それの最終回が載っててね、主人公の風天の虎が、ハブに噛まれて死んでしまうというエピソードに、視聴者からの抗議が殺到したため、原案脚本を手掛けた山田洋次監督は映画化を思いつき、69年に第一作を公開したと。そうなんだ。そうなんです。最初そっから始まってんの。ハブすごい終わり方するね。すごいでしょ、ドラマ版のやつ。ハブに噛まれて死ぬと。だからその、ここに来てね、なぜ50作目を急に20年ぶりにやるのかっていうのは、別に山田洋次監督がお金に困ってるってことではないじゃないでしょ、ね、まあどうだろう、学校以来見てないからなんか。いや、まあ、いや、その俺らが知ってるやつでしょ、活動してますから。学校以来見てないんですけど。あとね、その写真で、ね、記者会見の人に、ね、山田洋次監督と倍賞千恵子さんが写真に写ってたんですよ。ほら、まあ、だからこれも倍賞千恵子さんやっぱもう、塚原千恵子夫人には負けてらんないと。元祖千恵子夫人。名前変えたわけじゃねえだろ。いや、やっぱ悔しいじゃん。塚原に変えて、塚原千恵子には。いや、なんか見て千恵子にしたわけじゃねえだろ。なんかね、千恵子と言ったらみたいなさ、賠償ですよと。ね、苦しくも昨日新馬ひたちの話もしてますけど。まあいいよ。いいよ。塚原さんがどこまでこの後ね、賠償していくのかね。確かにね。あ、いいこと言いました。いいこと言いました。さすが。でもさ、ごめん、ちょっとマジな話するけど、塚原夫妻のインタビューみたいな、後ろでみんなが練習してるみたいなさ、やつ見たのね。あの体操クラブで。昔の映像。最近。あ、最近、うん、なんかさ、怖いね、それ。真面目に語ってると、やっぱ、いい人に見えるのね。まあ、俺、なんか、あ、この人は、多分本当に真面目にやっ、この人の中では、知らないでなんかやっちゃったのかもしれないけど、この人は悪気が、まあそれが怖いってこともあるのかもしれないけど、選手を、うん、だから本当にリアルに思うのが、選手を選ぶ人と強化する人を別にするとか、うん、そういうのをちゃんと分けてった方がいいと思うよ。権力っていうか、権力とか、まあまあまあ、うん、それが一極になりすぎてんじゃないの、はいはい、一応ね、さっき言ったブルース・リーがね、モンヨドラゴンでみんながこう、卒業生のアーチみたいなのを組むの、はい、達人たちが、はいはい、でその上をくるん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 って、もう 何回転もバク転、バク宙すんのね。その、はい。それがね、スタントマンだって知った時の俺のショックね。あ、なるほどね。あれショックだったね。あ、そうなの。もしかしたら塚原体操クラブの。ちげえよ。ね、明治安田生命体操クラブの人だったかもしれないですね。面白いな。だってブルースリーは勝慎太郎が好きでね、勝慎太郎と共演したいってずっと言ってたんだから。あ、そうなんだ。で、確か勝さんが来れなくて、その亡くなって、俺ね、時系列だったんだけど、うん、で、代わりに日本の人、別の人と共演してんだよね、違う映画で。ブルースリー、うん、ドラゴン危機一髪だか、じゃないかな、まあ、怒りの鉄拳だ、ドラゴン怒りの鉄拳、ね、あ、そうなの。勝慎も忙しかったんだ。そで、その勝慎さん系のところの人とやってる。へ、そうなんだ。 それ全然知らんかった。これが体操のニュースですね。何でブルースリーがスタントマン使ってるのが体操なんだよ、体操のニュースね。男は辛いよですよ。どうね、塚原さんの旦那さんも速水コーチも、いいよ、受けパワー受けた人たちもみんな辛いんですよ。いやもう女入ってきた。でも宮川さんが決まったら女が辛いんだよね。女が辛いよね、うん、さあということでね、これぐらいですかね、これぐらいですかね。このニュースでもし時間が足りなかった時にやろうとしたのは、うん、味噌汁の隠し味に何入れてるでしょ。もうネタないやついよいよネタないやつだ。これは、うん、後日やりましょう。結構面白いぞ。醤油、お酢、ヨーグルト、バター、え、マジで、オリーブオイル、カレー粉、この全部の理由がちゃんとねあるの、ありますんで、あ、今度やりましょうか、これ。あ、ちょっとね、俺もごま油をちょっと入れて失敗するっていう。へえ、おいしくなった。おいしくなった。なんで入れたんですか。いや、ごま油は何でも合うっていう。ああ、それちょっと実験で。刺身でも使えるじゃん、はいはい、塩とごま油でちょんとつけてくると、はい、何でもいけるはずなんだよ。炒め物でも鍋の中にちょっとごま油入れると、全然いけるわけですよ。いや、それで思い出したけど、うん、テレビで速水コーチっていうのをちょっと早口で言われたときに、速水もこみちって聞こえるときあります。いや、本当に、いや、どうでもいいよ。体操と料理つなげてきました。いい、この隠し味ウルトラ CQ です、はい、ということで、さよなら、おい、無理やり終わんな。さよなら、明日またお聞きなさってください。